知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。というわけで今回の解説でわかることはテディベアのすべてです。プロウスキー保護シェルター以来の謎解説、誰も得しないマニアック解説をぜひお楽しみください。前半は現実世界のお話となりますが、フォールアウトのテディベアについてもしっかりと考察しておりますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。テディベア徹底解説。それではまずは我々の住む現実世界のテディベアについてお話ししていきましょう。こちらを先に説明するのはもちろん知っていた方が面白いからです。テディベアはクマのぬいぐるみの総称だと思われがちですが、実はより細かい定義があり、具体的にはアメリカのバーモント州のバーモントテディベアカンパニーが製造販売しているクマのぬいぐるみに限られます。ただこれは特許とは少し違い、どちらかというと本物の製品や元祖のイメージであり、他社がテディベアの名称を使うことに問題はありません。テディベアには特に細かい定義はなく、テディベアっぽいクマのぬいぐるみならテディベアです。お座りポーズが定番ですが、寝ているものや立っているものなど様々なポーズが存在します。またテディベアの誕生日は名前をつけてリボンをつけた日という慣習から、首にリボンが巻かれているものも多く存在します。子供のおもちゃとして親しまれているほか、精神的な安定をもたらす癒しとしても活用され、その癒し効果を試すために日本の筑波大学附属病院ではテディベアの癒し効果に関する研究も行われたそうです。他にもオランダの心理学者が死の恐怖が和らぐと分析したり、ドイツの救急車に常備されたり、フランスでは子供の問診にテディベアの腹話術が使われたりなど、とにかくこのぬいぐるみには不思議な力があるようです。軽く扱うテーマではありませんが、例えばアメリカの911同時多発テロの際もアメリカ各地から膨大な量のテディベアが集まり、心のケアに使われました。ではそんなテディベアがどのようにして生まれたのか、その歴史を簡単にお伝えしていきましょう。テディベアはアメリカ合衆国の大統領の趣味によって生まれたぬいぐるみです。その大統領とは第26代アメリカ合衆国大統領のセオドア・ルーズベルト。当時のルーズベルトは狩りを趣味としており、日々ハンティングを楽しんでいました。そんな1902年の秋、同行していたハンターが年老いたクマを追い詰め、大統領に最後の一発を打ち込むよう頼みます。しかしそこでルーズベルトは、瀕死のクマを撃つのはスポーツマン精神に反する背徳行為だとして、これを撃ちませんでした。このエピソードを同じく同行していた新聞記者が騎士道精神をテーマとして新聞に掲載したところ大きな反響を呼び、翌年その物語をもとにバーモント州の玩具メーカーがクマのぬいぐるみを発売したところ、瞬く間に大ヒット。そしてその時に使われた名前がセオドア・ルーズベルトの愛称テディだったわけです。その後そのヒットを受けて、アメリカのおもちゃメーカーがドイツのマルガレーテ・シュタイフ社から大量にクマのぬいぐるみを輸入し、テディベアの名前で売り出したことでアメリカ中で一気に広まったというわけです。またその誕生の物語から、ルーズベルト大統領の誕生日である10月27日がテディベアの日として祝われているというお話もあります。日本テディベア協会ではルーズベルトの逸話にちなんで、相手のことを思いやる気持ちを伝える日にしようと励んでいます。輸入されたりもしたのでちょっとややこしいですが、テディベアの元祖となるクマのぬいぐるみを初めて作ったのはドイツのマルガレーテ・シュタイフ社。これは1880年に製造が始まったと言われ、これが本当の意味での元祖です。ただ実は人気が出る前から大量に輸入していたというお話もあるようです。そしてそれをより広く広めたのはアメリカのアイデアルノベルティ社。同社は1903年から1908年にかけてテディベアメーカーとして成長し、アメリカ初のテディベアメーカーとなりました。
ちなみにこの1903年から1908年をベア年と呼ぶようです。平和です。それでは大変お待たせいたしました。ここからはホールアウトのテディベアについてです。ホールアウトにおけるテディベアの扱いは現実世界とほぼ同じ癒しのための存在という位置づけです。アイテムとして入手可能なジャンク品で特に使い道はありませんが、まれにクエストアイテムとして扱われることもあります。初登場はホールアウト3、もちろんその後の全ての作品に登場します。ホールアウト4ではドッグミートに持たせることで加えて遊んだりもしていました。作中でもテディベアは様々なシチュエーションで飾られており、住居はもちろん廃墟や洞窟、あらゆる場所で見かけることができます。ベッドに飾られていたり、子供を寝かしつけていたり、トイレで新聞を読んでいたり、料理をしていたり、撮影会をしていたり、ジャングルザムーンモンキーとよろしくやっていたり、葉巻を吸いながらボードゲームをしていたり、X をしていたり、怪しい実験をしていたり、工事していたり、タバコを吸っていたり、手術していたり、処刑されていたり、拷問されていたり、投獄されていたりと実に様々。作中では様々なサイズがあることが知られており、特に初登場となるホールアウト3では特大サイズも確認されています。手に入れると元の大きさに戻ってしまうのがとても残念ですが、この小さなこだわりがホールアウト世界をより楽しいものにしてくれています。またこのテディベアの存在はとあるものを隠喩しているのではないかと考察されています。それは子どもの遺体。もちろんほとんどのゲーム作品では子供の扱いはかなり厳しく、遺体どころか存在すら隠されていることも少なくありません。しかしホールアウトをはじめとした殺伐とした世界、少し歩けば死体が転がっているような世界で子供の死体だけが存在しないのはリアルさという意味ではかなり不可解です。そこで開発側が子供の死体があるとされる場所に置いたもの、それがテディベアだったという考察です。最近の作品ではゴースト・オブ・ツシマなどでも子供の死体が人形に置き換えられているのではないかという考察があったりもしました。ただもちろんこれらはプレイヤーの考察であり、公式からは何の明言もありません。本来であれば最も残酷で悲しむべきものが可愛らしく癒される存在に置き換えられた世界、アメリカンジョークもここまで来るとユーモアの一言で語ることはできないかもしれません。というわけでテディベア徹底解説は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。